はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回もジェネシス2やっていきたいと思います。というわけでございましてね、ですね、今回もちょっとミッションやりたいなと思ってね、前回こちらアークを生き延びろ、これをねなんとかクリアしたんですけども、まあ順番に行きましょうか。次これですね、コードレッド、何ですかね、何やらかんやらかんやらということで、はい、これもね全く事前のね知識入ってない状態でね、ちょっと探りながらやっていくという感じでやっていきたいと思います。さあというわけでね、ここにやってまいりました。こちらですね、これ多分さ、ちょっと見てみましょうかね。コードレッド、遺伝子アーカイブをハッキングして、ロックエルによる生物ファイルの汚染を阻止するって書いてあるんでしょ。で、プレイヤーごとに騎乗生物1体のみって、ほら、これね。だから、多分仲間連れてきるんだよね。これを見る限りね。プレイヤーごとに騎乗生物1体のみ。複数はダメだけど、サワイは1人につき、生物1体ってことなので、ちょっとわかんない。サイズがわかんないんだけど、とりあえず一旦ね、ちょっとカルカロのブル君を連れてってみようかなと。で、ダメだったら、また別のを考えるということで、まあ、とにかく一回行ってみましょうよ。これさ、死んでもロストしなさそうなんで、あのジェネシスのね、ミッションね、2のミッションね。はい、なので、行きましょうか。もう、全然わかんないけどね。行きましょう。装備はね、鉄装備ですね。はい。さて、はい。ちょっと待って。急いでデータ貯蔵庫に行き、はい、彼の悪行を止めましょう。はい、まあいいんですけど、ブル君、来れませんでした。カルカラはダメってことなのかな。じゃあね、生物1体は OK って書いてあったんだけどっていうことですね。まあちょっと一旦じゃあさ、どういう風かだけ見ましょうか。まず進む、いてて、なんだ、あ、タレットがなんか攻撃してくるわ。これ、ああ、いるね。あ、こういうことね。OK。じゃあ、ポンショでいいのかな。タレットが。ああ、結構簡単に壊れた。何をするんだろうね。これなんか迷路みたいになってる。ひょっとして。これは何？あ、これあれか。ああ、OK。迷路みたいになってるね。これ、お、なんだこれ。解体可能まで。わかんないな。とりあえず、タレットがあそこか。このポン、あ、なんかこれ壊されちゃったんだけど大丈夫？多分さ、ここは仲間を連れてきてガブガブやった方が多分良さそうだね。これね、今ポンショでやってるんだけど、多分そういうことだね、ここは。で、これさ、壊されちゃったんだけど、よかったのかな。あ、やばい、あ、なんかスタックしてる、ありがとう。VR なんとかはレベルがみんなそんな高くない？みんなレベル100だね。まあ、行けるとこまで行ってみるか。多分ここは絶対さ、まあ、ティラノぐらいかな、多分ひょっとしたら。じゃあ。カルカラはダメだったから。ティラノぐらいで、これ、飛んでこないか。あー！これあれか、タル爆弾みたいに使えるってこと？もしかして。なんか今ね、爆風が起きたね、めっちゃ。よし。なんか来ましたけど、これちなみに今さ、テックスーツじゃないけど、まあ多分ミッションの時ってテック使えないよね。今までそんな感じだもんね。これ、タル爆弾。あ、やだ、あ、なんかダメージめっちゃ弱いじゃん。てか、ほぼダメージなかった。これさ、タル爆弾、効果的に使ったら面白そうかも。いきますよ。ほらすんごい。ドカーンってなった。ちょっとサバイバー短期でここまで来ちゃったけど、やれるかな。来た。引きつけてドーン。あべ、カルノだ。痛い。でもさ、ダメージほぼないね。痛い。リロードが間に合ってない。すごっ、タル爆弾さ、めっちゃ強力じゃん。炎症の効果も入ってたし。待って、飯食って。ああ、ティラノがすごい、こっち。え？当たるんか、今それ。あれ？これダメージ入るんだけど、ここから。マジで？これはダメか。
びっくりした。あ、これいいね。今タレット来たね。あれか。危ない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 。隠れて。はい。オッケー。で、道順的にはこっち結構長いね。こりゃさあ、これティラノだな。こりゃ次ティラノに来よう。まあでもこのポンショもまあまあ弱くはないから、やばいか。危ね。ワンパンで倒せてるっていうのはいいね。これテックのさ、スーツ使えるかもしれないな、もしかしたら。これ高低差が結構あるから。どうなんだろう。それも試してみたいけど。はい、ここまで来ました。まあ言うてもね、ガンマなんでね、っていうのはあるんですけども。あれ？ワンパンじゃなかった。マジか。ただ、今んとこまだ全然ダメージは大丈夫。ん？タレットがなんか今どっかから来たような、来てないような。どうだ？大丈夫だな。ちょっとなるべくダッシャー使わず、スタミナ温存でいきましょうか。おお、びっくりした、びっくりした、もう。足元。あ、これやばい、降りて大丈夫？クリアニングちゃんとしてから降りようよ。え、これ結構まずくない？やばい、なんか結構まずいかも。ああ、さっきの下に降りてきたのか、ここ。オッケーオッケーオッケー、わかった。タル爆弾もうなくな、あるね、あそこにあるね。外した。一、二勝してんのがやりやすいな。オッケー。おお、びっくりした、もう、ホラーだって。で、タレットがあそこだ。ポンショゲーだな、これ。ティラノちゃんは、これで、ドガーン！はい。あ、ポンショゲーですね、これね。ポンショゲーでございます。さあ、広場まで来ましたが、なんかすっごい、ギミックがありそうだぞ。なんだあれ。あれ、テックホバーなんとかじゃない？多分、それ。単なるオブジェかな？ん？サソリが硬いか。あ、まずい。まずいまずいまずい。危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。サソリまだいる。燃えてるサソリ。これなんだろうね。何かできるんだろうか。これがさ、確かジェネワンのね、あれなんですよ。え、っていうかさ、このテックのストレージめっちゃでかくない？これ。そういえば。あ、びっくりした。え、何？足元にいる。ウタラクトルか。当たり判定がない。下降りるか。まず、リロードが。分かった。ダメージ弱いね、君。めちゃでかくない？このテックのストレージ。でさ、これが、ジェネワンのね、ボスを倒した時に解放されるね、エングラムが。これなんですよ。テックなんとかってやつでね。飛べるやつね、これね。いいね。このタル爆弾めっちゃいいじゃん。ちょっと待って、結構時間かかってんな、ここまで。もう8分くらいかかっちゃった。さあ、で、なんか、これ、まだ向こうにもあるんだけど、行けなくって、敵はいないね。で、ここまで来た。進むって書いてるから、ここに行きましょうか。こちらはファイアウォールに。あ、びっくりした。バックドアを見つけましょう。バックドアを見つけましょうってなんだ？そこにでもヒント、っていうかヒントっていうか答え出てるね、これ。ここですね、どうやらね。はーい。ああ、ということはさ、これどっちにしてもこっからサバイバーだけでしか行けないってこと？それか、低音ポートで出し入れなのかな？お、びっくりした。やべ、雲めんどくさいね。前が見えない。これ、ちょっと待って、なんか強い剣とかの方がいいのかな？もしかしたら。前見えない。これは、こっちでいいのか？行ってみようか。弾大丈夫かな？あと、85発しかないけど。そんなつもりじゃなかったからさ、あんまり弾持ってこなかったんだよな。え、なにこれ？テックのはしご。登る。お、びっくりした。こんにちは。これ、結構長いのかな？ああ、いい！
ちょ待って、もう見えない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 、やばい、あ、これ終わったわ。うーわー、まず、うー、まだ来た。近接武器もなんか剣、テックソードとか、テックソードってさ、確かなんかさ、あれなんか今落としたけど大丈夫か、あのさ、あれなんだよね、テックパンチみたいにさ確か進めるから、それ試したいのと、テックの装備がここ使えない。でもこれはしごがあるってことはさ、絶対ジャンプできないよね。何何何何、今何食らった、なんかタレット臭い感じの動きになんか なったんだけど、え、うおお、上から降ってくる、やめろやめろ、見えない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 よ。あ、もうこう剣がない、剣がないと苦しいな。ここのあとなんかドカンドカンっていっぱい食らったんだけど、あ、これだ、あ、テックタレットか、やばい、やばいって、ムカデはムカデはやばい、テックタレットか、おお、ムカデやばいって、うわすごい、これ面白いんだけど、面白いんだけど、武器支給してほしいね。あそこにさ、テックタレットがある。やったか？あ、やったわ。すごいすごい。だからダンジョン系の、そういう別ゲーやってるみたい。めっちゃいる。何今の？なんだ今の？ちょっと待って。お、やべやべ、なんか戻された。風みたいの受けて、ギミックね。これが、あ、扇風機だ。扇風機だ。で、こうめちゃくちゃにされるってことか。オッケー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 、これ剣で切った方がいいな。あ、やばい、もうなんかね、今コントロールできないよ。もうこれなんか剣でタレットがまた来て、これ相手にしない方がいいのかな、全部もしかしたら。すごいすごいすごい、進むって向こうになってて、ちょっとなんか行ってみるか、とにかく無視して、いや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 、オッケー、なんか来たぞ。下めっちゃ音、はい、まあいいんですが、めちゃくちゃいるんです。あー、これ耐えれるかな。ダメージはゼロだね。うわ、ひどい、リンチに合ってる。ボコボコですね。どうなるんだな、これダメージゼロだもんね。うん、なんかよくわかんないけど、かなり進んできた。ただ、そういえばさ、これよく見るとさ、残り時間、わかんないね。18分切ったってことか。で、セキュリティガードが、22分の0ってなってるね。ねえ、これ無理じゃない？これ気絶値、今増えてるからね、今。ちょっと待とうか。っていうか、これ多分永遠にね、これ、気絶値回復しないわ。だって今さ、これ、何がいる？クモいるよね。で、クモに気絶させられまくって、そうだよね。ほらほら、防具壊れて、ダメージ入り出したね。はい、これダメですね。もう一回最初からやりましょうか。ちょっとまあ、このまま死ぬのを待つしかない。はい、戻ってきました。なるほど。ちょっと防具めちゃくちゃにされただけになっちゃったな。オッケー。じゃあ、ちょっと分かったんで、立て直すか。ですね。まあ何も分からず行ったから、一旦ちょっと戻りましょうかね。はい。ということでね、今度は、このジェネワンから連れてきたね、侍ですね。テックティラノ336というレベルでね、えげつないことになっております。仕上がってますよ。を持ってきました。あとね、自分の装備一回フルテック装備にして、しかもね、高級バージョンのね、防御力高い方にしてあるっていうことと、あとですね、これ持ってきました。これね、テックソード、テックソード。テックソードって確かさ、ほら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 、これね、右クリックで貯めると、テックパンチみたいに移動ができるんだよね。なので、もし、テック装備がダメでもさ、これでこうやっていけばいいんじゃないみたいな、逃げるときにね。攻撃力はね、これ、あれなんですよ。原始的だからね、弱いんだけど、もうちょっとね、強いやつも持ってるのね、設計図。なんだけど、ちょっと今、ポリマーが足りなくて作れないから、こっち持ってきた。それから普通の、近接の剣ですね。これまあ強いんで、これも持ってきたという感じで、さっきのね、
雰囲気的にはですね、これでいけないかなということで、早速じゃあもう一回行ってみたいと思います。すいません、ピラノいないです。あれ、これなんで連れてこれないってこと？これもしかしたらあれかな、低音ポットに入れていけばいいのかな。さあ来ました。船のバイオロジックアーカイブから遺伝子配列の情報を盗み出そうとしているようです。低音ポットは出せないんだ。っていうことはやっぱり一緒にテレポートできる生物しかダメってことか。ティラノでもダメということは、じゃあシャドウメイン？シャドウメインか。もう一回行こう。よし、というわけでね、シャメ大佐連れてきた。シャドウメインならどうだ？これでダメだったらもうわかんないな。行きましょう。はい。シャメ大佐も連れて、これさ、わかった。答え出たわ。この説明に騙されたわ。どうやら、これ多分生物連れてこれないんだよ。ほら、いないもん。まあ、いっか。行きましょうよ。さっきさ、途中まで行けたし。ほらほら、あ、これ行けるじゃん。待って。これ行けるっていうことと、あ、他のテックのね、機能は使えないわ。待って、ダッシュは。ダメ。ジャンプダメ。だね。テックはダメと。OK です。テックダメだったら、もったいないから、ノーマルにするか。その代わり、今やってみたけど、テックソードは使えるから、これでいこう、これでいこう。なんならさ、これ全部さ、無視でいいんじゃない？これ、ガン無視で。倒せってわけじゃないもんね。待って。これ、ガン無視でいけるかな？いや、これ、丁寧に処理した方がいいね。丁寧に処理した方がいいわ、これ。だったら、普通の剣でやるか。ああ、いいね、いいね、いいダメージ出てる。で、この上目のり、さっきここ戻ってきたよね。ここは、突っ切って、ああ、もう肉弾戦、肉弾戦、肉弾戦、肉弾戦。で、テックの、あのね、タレットは、いた。あれはもう武士でいいや。問題はさ、なんか、迷路みたいなところ？あそこだよね。あれが、うおー、自分も食らうんだ。やべ、ちょっと待って、今にやったわ。あ、死んだ。待った、これ、本所に持ち帰った方がいい。あ、死ぬ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 。あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。バックドアを見つけましょう。助かるか、助かるか、ギリギリ助かる、ギリギリ助かる。あぶねえ、ちょっと無理しすぎた。おぶねえ、ちょっとここは丁寧にやるか。よっしゃ、まあある程度無視はできるんだけど、ちょっと今ご利用しが過ぎたね。いて、体力回復しながら行こう。さあ、ここまで来ましたね。こっからはね、多分、剣のがいいぞ。はい、はい。はい、はい、はい。気絶しだけ注意か。よっしゃ。ちょっと待って、体力回復しよう。よし、片付いたぞ。じゃあ、丁寧に行こう。こう来て、パレットやって、進む72、こっちか。パレットやって、でコウモリやって、あ、ちょっと無理しすぎた。タレット、あ、これだね。あー、しまった。これまたいた。待って、これ結局処理してこなかったからってこと？これ剣のがいいか。ちょっと近いね。剣でいくか。ここは耐えるしかない。ここは耐えよう耐えよう耐えよう、とにかく耐える。いやー、足が遅い。ここは耐えて、うわ、マジか。よし、もう一回行くか。これ、騎乗していったら飛ぶとか？ああ、何これ、騎乗したらさ、乗れたわ、来たわ。そういうことか。じゃあこれ、もしかしたらカルカラでも来れたかもね。
騎乗したままテレポートすれば別々じゃダメだったってことか。これめっちゃ早いじゃん。はい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 、もうテックタレッタ武士で、やべこれめっちゃ早いじゃん。これ待って、シャドウメインのさ大ジャンプこれ使えるんじゃない、こうやって。あマジか、これこういうことできるぞ。だけど確か最後はこれ無視して部屋越えれるんじゃないの、これもしかして。ねえ、ちょっと今気づいちゃったんだけどさ、待って、どこだったっけな、あそこか。え、これいけるじゃん。マジか。あ、これシャドウメインじゃん、これ。これシャドウメイン正解じゃん、これ。で、ここだよね。ただ、あ、これタレットはやっといた方がいいのか、もしかして。食らっちゃうよね、シャメ大佐。タレットはやって、もう一個。ここあるか、あそこか。あとあれだね、 OKOKOK、 タレットやっといた。でさ、確か後でまたここに戻ってくるから、ここで待機でいいのかな。でどっちにしてもこっから入って、低音ボット使えなかったもんね、さっきね。じゃあもう一回行きます、こっから。よし、ね、上の穴からね、あそこから来たのかな、あれ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 、あっこね。から戻ってきて、ここまで来たんだけど、シャメ大佐いたいたいた。で、さあ、どこに行くんだ？あれ？ちょっと待って、進む上になってんだけど。あそこだね。あー、これ下に降りちゃいけなかったってこと？もしかして？あー、そこから下に降りちゃったんだけど、これ外れってことか。OK です。じゃあ、ちょっと待って、また戻らなきゃいけないのか。なるほど。でもさ、敵って湧き直してるのかな？ちょっともう一回行ってみるか。敵がもしいないんだったら、まあ、迷路をやるだけなんだけど、今んところいないね。ギミックがね、確かに最後のところさ、ちょっとめちゃくちゃで、無理やり穴から落ちたって、あっちが正解かなと思って飛び降りてたんだけど、そうじゃないってことか。あの最後のところだけね、敵まだ少し残ってるかも。でも、そこまではね、綺麗に全部片付けたから、ほら、湧いてない、湧いてない、湧いてない。こっちじゃない、こっちから行った方がいいね。これビューンって行って、で、こっちだったっけ？こっちだね。で、こう行って、この先、こっちか。ここだね、ここ、ここ。あ、向こうか。この下に降りてると思って、こっちだ。こっちに行くんだ。あ、上、まだまだ。ここはね、敵が処理できてないよ。OK、順番に行こう。なるほどね。あの下に降りてるのが正解だと思ってたから、よし、こっからで未知のゾーンですね。進む10、ん？どっちだ？なんかそれ上にも、え、大丈夫？なんか上に、この部屋のターミナルでファイアウォールを無効化できそうです。あ、確かにここ来たね、なんかそういえば。あ、これさ、22分のが進んでる。これ一番最初に来た時ここに来たんだ。あ、めめめっちゃ囲まれるわ。これさ、そんなに強くないから確実に倒せばいいと思うんだけど、22体ってめっちゃ多くない？いいよ。これワンパンじゃないな。20、21、22、倒した。ファイアウォールをくぐり抜けて防衛システムをジャンプできるはずです。来た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 、すごいね。バイオポットを守れ、どういうこと？ん？なんかシャミ大佐戦ってない？あれ違うな。どういうことどういうことどういうこと、進む。え、どこ？なんかダメージが出てるんだけど、誰がやってんだ？どこ進む場所がわからない。エントランスに行けって言ってるんだけどさ、この部屋で何かやることある？なくない？もう。
ね、これなんか、あ、これじゃんか。なんだよ、わかりづらいな、もう、おうおうおうおお。待って。ここに来た、あ、やばい。で、シャメ大佐に合流できたっていうことでいいのかな。次進むのがこれだ、56、ここだ。あー、オッケー。で、みんな来ちゃうと。これやっちゃったはいいのかな。やるか。なんかめんどくさそうだし、後々。あ、これさ、さっきまでっていうか、あの、最初にあったさ、あの、バリケードっていうか、あの、ほら、迷路みたいになってた、あれ、壁なくなっちゃったね、全部ね。よし、一掃した、一掃した。で、こっちに行けってなってるから、こっち行きましょう。集合。早く、データポットに囚われた遺伝子を解放してください。え？何それ？何をすればいいんだ？あ、なんかダメージ食らってんだけど。あ、このね、バイオポットを守れ。残りのバイオット12分の12。残り時間4分。守るんだ、バイオポット。いや、でもこれ、ちょっと待って待って。そこら中にあって、ちょっとこれ守れないよ、こんな全部。これ見切れないって。あっちもこっちも。ただね、近づくとね、あの、なんかこの敵はね、バイオボットへの攻撃をやめて、こっちに向かってくるから、巡回してみて回りたいところはそうなんだけどさ、バイオボット12分の12ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃんか。OSD だったらさ、1個なんだけど、これ無理くないか？あ、すごいすごい。もう残り、あ、やばいやばい。赤いやつがある、赤いやつがある。待って、これさ、あれなのかな？ 1 個でも、突破されたら、負けってこと？やばいね、このうんこ攻撃めんどくさいね。とりあえず、この赤いやつだけ守りたいな。誰だ、やってるやつ。お前か。17% までなっちゃったよ。これ、ティラコレオじゃないわ。ティラノじゃなくて、あ、やられちゃった。あーらら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 ら。でさ、これバイオボットからティラノが出てきて倒しちゃったけど、残りバイオボット10、これ無理です。これ無理です。まずい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 。やめろお前たち、やめろ。あと3個しかないんだ。あと2個しかない。この 3% を守るしかない。これ守、ここ死守しよう。ここ守ろう、ここ守ろう、ここ守ろう。あと15秒、あと15秒、あと15秒。あと10秒、あと10秒。あと2個、2個、2個、2個。あれ、バイオボット、これ死んでる？手前のやつ。ターミナルで最後のファイアボールを破って、後片付けと行きましょう。なんかうまくいったみたい。よくわかんないけど。多分さ、制限時間内に1個でもう守ってればよかったっぽいね。なんだ。そりゃそうだよね。全部守るのは無理だよね。だから、どれか1個だけ、あれだよ、キーパー、ここは通らさねえぜ、みたいな感じ？ん？どこだ？向こうが光ってるね。あ、待って、これ、どうなるんだろう。サバイバー？短期？ターミナル 0%。さっきのことを今度はサバイバーだけでやれってことか？向こうが光ってるけど、どっから行くんだろう。何これ、めっちゃ怖いんだけど。あ、これだ。はい。あ、そういうことか。わかった。了解、理解した。あ、これやばいわ。これを逃げ帰れってことか。うおー、これ無理だ。どっから来たかわかんないもん。こっちだ。やばいやばいやばい。こっちだ。このね、テックソードがのこのモーションが入る前に先に食らっちゃうと解除されるから。ただうまいことを殴られて押し出されてるっていう。うわー、戻ってきた。で、次は向こうに行けってこと？あー、多分これだ。そういうこと？多分。
残り時間あんまないから急いで行くか。やばー、これめっちゃ大変なミッションだこれ。ちょっと待って、さっきのとこに逃げ帰れってことね。道をなるべく覚えたいとこなんですが、こう来てこう来て、でこの中のさ、この何水槽みたいなのところのこの生物たちが全部出てくるってことでしょ。これを解除して、でそこから逃げろってことだよね。逃げろ。こういうことね。こういうことだよ。やばい、逆に押し出されて、向こうに。うわー、見えない。あ、いいよ、抜けた。オッケー。で、こう来て、足は、これ、ホーカルチリ飲むか。そういえば、忘れてた。あ、今度あっさり来たな。よし。で、オッケー。次は向こうだね。ちょっと待って、シャドウメインで行こう。今度はこれか？ここに出てるね。あ、もうここメインじゃん。で、どうなる？来たー！よし。なんか確実に進んではいるっぽいけど、いつになったら終わるんだ？これ長いな、おい。進む。90、ここに来て、あ、これ最後かな。頼む、最後で会ってくれ。集合65メートル。どういう風になってんだよ、これ。なんとも悪意のあるコードですね。急いで取り除きましょう。これ、ボス、バイオポットを停止しろ。ねえ、なんかいるんだけど。ちょっと待って。何これ。ちょっと待って、なんか、毒のギガノトみたいなやつがいるんだけど。ギガノト、実験体ギガノトサウルスだって。ねえ、これさ、サバイバーだけで来たら絶対無理だったくさくない？これ。やべえ、体力めっちゃ削られてるんだけど大丈夫かな。シャドウメイン、これ、カルカルで来れないのかな。なんか来れるような気もするな。カルカルで来たら楽勝だったかも。やばい、ちょっと一旦離脱しよう、これ。まずい。待って、体力が半分になっちゃってる。まず雑魚をやっつけてから、OK。で、立ち回りちゃんとやらないと無理ってことか。ご利用しちゃダメだな。これ、毒を食らうと偉いことになるな、これ。これ。やっべ、これめっちゃ強いわ。あ、これ電撃入ってるね。よし。いいよ。電撃で足止めして、ヒットアンダーアウェイで行くか。毒さえ食らなければいいな。これやばいかも。いいダメージは出てる。誰かのね、出血が痛い。まず、ギガント強すぎ。体力の回復とかそういうのはアイテムとか別にないしな。よし、これで足止めして。まずいね、これボス戦だな、本当に。こっちの体力も半分切ってきた。まずい。相手の体力も半分ですが。うーわー、これまずいかも。ちょっとさすがにこれ。あ、まずいな。これ死んじゃうぞ。これさ、これシャメ大佐死んじゃうから、これまずくない？これもう自分が死んだ方がいいな、多分。で、ミッション終わらせた方がいいぞ。くそー。ギガノト強し。よし。ここはちょっとね、シャメ大佐を守るために、死んだ方がよかった。うわー、シャメ大佐めちゃくちゃかわいそうなことになってた。危ない。うわー、これどうしたもんかな。あんなことがあるんだ、最後に。途中までは、なんとなく、わかったんだけど、最後の最後、あれか。あれに勝つためにはどうすればいいんだろう。ティラノのがいいのかなー。どっちにしてもね、シャミ大佐もうこれ今ボロボロになっちゃったんで。はい。一旦ですね、回復があったらもう戻るか。シャミ大佐危なかった。あのまま死んじゃってたら大変なことになってたからね。
はい、でここはね戦略的勇気の撤退ということで、1体しか連れていけなくて火力が高くて防御力もあるって言ったらもうティラノしかないんだよな。ティラノで多分騎乗したらいけると思うんだよな。もう一回やってみようかな。ただね、ちょっと自分の装備もいろいろボコボコになっちゃったんで、まあ一度出直すか。うん。出直しだな。まあ、ちょっと次回にしましょうかね。これはリベンジですね。はい。はい。というわけでございましてね、今回はね、ミッションコードレッドっていうねのをやってみたんですけど、いや、めちゃくちゃ手が込んでるね。いろんな、これもあれだね、ステージがどうなってるかとかさ、そういうのもちょっと初めてね、一番最後まで行ってみたんだけど、最後のね、あのギガノトがね、なんか毒攻撃とかめちゃくちゃすごくって、シャドウメイン危なかったです。ボロボロになりました。ということで、だいたい様子は分かったので、それを踏まえて必要なものをもう一度準備し直して、そしてね、作戦をもう一度考え直して、次回ですね、リベンジしてみたいと思います。はい、あのギガノトをね、倒すためにっていうことでね、ちょっと考えていきたいと思います。はい、というわけでございましてね、今回はここまでとなります。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。